本日も切り抜き動画のご視聴ありがとうございます。本要約チャンネルの武見です。本日は東京医科学研究所所長の鈴木直子さんが書かれた髪も肌もどんどん艶めく腸のお掃除という動画より、肌の衰えや薄毛、白髪の根本的な原因は何かという超重要な部分をピックアップしてご紹介していきたいと思います。著者である鈴木さんは、白髪や薄毛といった髪のトラブルや肌のかさつき、ゴワゴワといった肌のトラブルは正しいアプローチで対処すれば何歳からでも改善することができるとおっしゃいます。実際あなたは今回の動画を通して自信の持てるツヤツヤの髪やツヤツヤの肌を取り戻すことができるでしょう。さて、これを聞いている多くの人ができることなら、いつまでも若々しいツルツルの髪とツルツルの肌でいたいと願っていることでしょう。そういった多くの人たちの願望を反映して、世の中には実に様々な髪のケア商品や肌のケア商品が所狭しと売られております。皆さんは自分の肌や髪の状態が悪くなってきたらどのような行動を取るでしょうか？おそらく多くの人が、ちょっと薄毛になってきたから育毛剤つけてみようかなとか、ちょっと肌が荒れてきたから肌をきれいにする高いクリーム塗ってみようかななどと、何かしらのケア商品に手を伸ばすのではないでしょうか。もちろんこのアプローチが完全に間違っているわけではありませんが、表面的なものだと言わざるを得ません。根本的に髪や肌のトラブルをなくして艶やかな髪や肌を手に入れるためには、実はもっと大切なことがある。それを今回の動画を通してお伝えしたいんです。これはとても重要な知識だと思いますので、ぜひぜひ最後まで見ていってください。それでは切り抜き動画スタートです。さて、まずは根本的な原因が何かわからなければ、正しい対処法やアプローチを取ることができませんので、肌の衰えとか薄毛、白髪の根本的な原因は一体何だいということからお話ししていきたいと思います。ズバリ、肌の衰えや薄毛、白髪の原因は万病の元と呼ばれる腸の汚れと、そこから発生する活性酸素や有害物質であります。腸で大量に発生する活性酸素や有害物質が皮膚や毛根の細胞を傷つけて、それらの活動を衰えさせることで肌の衰えや髪のトラブルを引き起こしているんです。最近は腸活という言葉をよく耳にするようになりました。多くの人が腸の重要性を認識し始めております。腸というのは本当に私たちの生命活動においてさまざまな働きをしてくれている大切な大切な臓器です。腸といえば消化吸収を行う臓器でしょというイメージを持っている人多いと思いますが、腸の働きはそれだけではありません。単に消化吸収を行うだけでなく、実は免疫機能を司り、さらには脳に指令を出して全身の臓器や組織をコントロールしているということが徐々に明らかになってきております。健康は腸から始まると言っても過言ではないほど、腸は私たちが健康に生きるためにとても重要な働きをしています。ですから不節制な生活などによって腸が汚れていたり腸内環境が悪化していると、健康になれるはずがないんです。健康を害するだけでなく、皮膚や髪のトラブルといった見た目にも悪影響が現れてしまいます。美の象徴は艶やかな髪と艶やかな肌だと言われます。特に女性はそうでしょう。髪は私たちの第一印象を左右する重要なパーツなんです。他人があなたにどのような印象を持つかは外見が大部分を占めていて、中でも髪はあなたの印象を握る大きな要素なんです。というのも、美しくツヤのある黒髪が魅力的に見えるのは、それが健康的な心と体の象徴だからです。私たちは本能的に子孫を残すようにプログラムされておりますが、より強い遺伝子を残したいと本能的に思っております。ですから若くて健康的な相手に魅力を感じ、艶やかな髪はその基準となるんです。そして髪と肌の状態は腸の状態を如実に反映しております。つまり腸の状態が悪ければ髪や肌の状態も悪くなる、逆に腸の状態が良ければ髪や肌の状態も良くなるということです。このように私たちの腸というのは健康全般、そして髪や肌といった私たちのルックスにも
大きな影響を及ぼしておりますから、健康になりたいとか見た目やルックスを良くしたい、艶やかな髪や肌を手に入れたいと思うのならば、腸をいたわってあげて腸をきれいにしようという覚悟が必要なんです。健康になりたいというモチベーションもよし、見た目を良くしたいというモチベーションもよしです。とにかく腸をきれいにすることこそが本当の健康を手に入れ、そして内側からきれいになるために必要なんだということをぜひ覚えておいてほしいと思うんです。ではここでまずあなたの腸の状態をちょっと一緒に確認していきましょうか。あなたの腸の状態が悪いのかどうかは髪を見ればわかります。自分の髪に自信があるよという人はおそらく腸も綺麗な状態にあります。逆に髪のトラブルに今悩まされているのであれば、おそらくあなたの腸の状態は悪いです。もし今髪のトラブルに悩まされている、あるいはもっと意識を高く持って、今別にトラブルはないがもっと艶やかな髪を手に入れたいと思っているのならば、毎日の習慣を今回の動画を通して一緒に変えていこうではありませんか。私たちが生きる社会には仕事や人間関係などたくさんの様々なストレスが存在します。そのようなストレスも薄毛や白髪など髪のトラブルを引き起こす原因となります。さらには年を取るにつれてどうしても髪のトラブルとか皮膚のトラブルが増えてしまうことは生物である以上避けられません。ですがもう年だからといって諦める必要はないんです。私たちの髪や肌を作っているのは毎日の習慣、毎日の積み重ねです。だから習慣を変えることができれば、あなたが今何歳であっても艶やかな髪や肌を手に入れることが可能です。ですから年だからという理由で諦めないでほしいんです。そして繰り返しますが、あなたの髪と肌を修復し艶やかさをもたらしてくれるのは整った腸です。腸が鍵を握っているんです。人間はおよそ37兆個という膨大な数の細胞からできていて、細胞が様々な要因によりダメージを受けて劣化してしまうことと、細胞の入れ替わり、すなわち新陳代謝がうまく働かなくなり細胞の数自体が減ってしまうことが老化の原因とされております。そしてあなたの腸やあなたの頭皮の細胞もこの原理で老化していくんです。ですから細胞の老化と減少を食い止めることと、健康な細胞をちゃんと作り出すことができれば、私たちは老化を防げるというわけなんです。そして細胞を劣化させ減少させる最大の要因は活性酸素だと言われています。そしてこの活性酸素は主に腸内で発生していて、活性酸素の異常発生の 90% が腸内で起きていると言われています。つまりですよ、あなたの腸の状態が悪いと活性酸素が過剰に発生してしまい、髪や肌などの全身の老化につながってしまうということ。腸を整えることで活性酸素によるダメージを防ぎ、さらには食事で摂った栄養素がきちんと分解吸収されるようになり、健康な細胞の再生が可能となるんです。その結果肌や髪のダメージがきちんと修復され、栄養が行き届き艶やかな髪や肌が手に入るというわけなんです。ですから腸をお掃除することでまずあなたの腸内環境を改善してあげましょう。すると全身の酸化ダメージが軽減され、生命活動に直結する臓器が優先的に修復されるようになります。そしてさらに肌のターンオーバーが正常になり、肌の状態が良くなり、ヘアサイクルも正常になり、毛母細胞が活発に細胞分裂し抜け毛薄毛が改善していきます。さらにメラノサイトも復活し、白髪が改善し、艶やかな髪が手に入るんです。それではこの辺で一元の内容をまとめておきたいと思います。ポイント1、肌の衰えや薄毛白髪の根本的な原因はズバリ万病の元と呼ばれる腸の汚れと、そこから発生する活性酸素や有害物質である。腸で大量に発生する活性酸素や有害物質が皮膚や毛根の細胞を傷つけて、それらの活動を衰えさせることで肌の衰えや髪のトラブルを引き起こしている。
ポイント2、腸は消化吸収をはじめとして免疫や全身の臓器や組織をコントロールすることで生命活動においてさまざまな働きをしてくれている大切な臓器である。健康や艶やかな髪と肌を手に入れて見た目を良くしたいと本気で思うなら腸をきれいにすることが根本的な解決策となる。ポイント3、老化の原因は37兆個の細胞がさまざまな要因によりダメージを受けて劣化してしまうことと新陳代謝がうまく働かなくなり細胞の数自体が減ってしまうことである。そして細胞を劣化させ減少させる最大の要因は活性酸素と言われており、この活性酸素は主に腸内で発生しているので腸の状態が悪いと髪や肌などの全身の老化につながってしまう。それではまた次の動画で皆様に会えることを楽しみにしております。本日はご清聴ありがとうございました。